フリックは、北欧神話に登場する愛と結婚と豊穣の女神。アーサー・ラッカムが描いた、ワーグナーの学劇、ワルキューレでのフリッカ。主神、オーディンの妻で、バルドルの母。最高位の女神。オーディンと共に、玉座、フリズスキャール部に座す権利を持つ、フィオルギンの娘。優れた、予言の能力を持っているが決して口にすることはない。 ロキの悪意によって、息子バルドルを失う。フリックという名は、コノルド語系で、ドイツ語では、フリッカ、小英語型ではフリーという。英語で金曜日を意味するフライデーは、フリックの日という意味。フリックが愛の女神という点で、ローマ神話のワイヌスと同一視されたためである。コエッタの巫女の予言では、フリックの別名、フリーンが出てくる。 フリックの喜びが狼に倒される時フリーンを二番目の悲しみが襲うと言われている。女神フレイヤはこの別名フリーンと名前が似ておりそれぞれの夫も名前が似ていることから二人が同一視されることがある。奔放で派手なフレイヤとは正反対の物静かな剣母である。フレイヤと同じく、セイズという魔術にたけ、身にまとうと、鷹に変身して空を飛べる鷹の羽衣を持ち、 黄金に対しての欲は凄まじいものがある。フリックは、ヘルが支配する死者の国に入る能力を有しておらず、シュメール神話のイナンナに似た、法上の女神であった。彼女の持つ鍵は家事労働の象徴である。神話中では、バルドルの保護や復活に奔走したりと良き母としての、描写が見られるが、死のエッダの、グリームニルの言葉では、オーディンとその養子を仲違いさせ、 オーディンが拷問を受けるよう仕向けたり、オーディンが長く国を開けた際には彼の兄弟たちと関係を持ったこともあるなど、夫との対立が見られる。また、デンマーク人の自責では黄金の首飾りを作るために、メシスと関係を持ち、オーディンを肩切った黄金の心臓を破壊したこともある。これに関してオーディンはショックを受け、彼女の死後まで国に戻らなかった。 またフリンという名前の女神が別にいて、フリックの次女だとされている。その他の次女は、フルッタとグナーがいる。フリックの宮殿は、フェンサリルといい、例えようもなく豪華な場所だという。1862年に発見された小惑星には、彼女に由来するフリガという名が付けられている。ありがとうございます。